2020年2月まで本社の置かれていた北浜中央ビル音響ホームエンターテイメント株式会社は日本の音響機器メーカーである。デノン旧日本コロンビアおよびティアック、ヤマハ、マランツ CMC、ラックスマン、アキュフェーズなどと同様デジタルオーディオ木工機、ピュアオーディオ水退機を生き延びた数少ない日本の音響メーカーの一社である。本社を 大阪府東大阪市川又一丁目一の41にあるルクスビルに置く。かつて本社は大阪府根屋川市西新町2番1号にあった。1946年9月17日、かつて松下電気産業でスピーカー製造工場の工場長を務め、そのノウハウを培って松下電気から独立した五大部が大阪電気音響社として創業を 設立、翌1947年に大阪音響に社名変更。コーン氏まで内作した自社製スピーカーを搭載したラジオを発売。他例は日本国内では三菱電機のダイアトーンと福音電機のパイオニアダイナミックスピーカーのみである。このラジオは高価格ながらヒット商品になり、予定を買ってオーディオ機器やテレビ受像機の製造販売にも 進出した。1957年に総合電気メーカー化を目指す東京芝浦電機の資本参加を受け入れ、同じくラジオテレビメーカーだった山中電機、七大電機とともに東芝グループ入りした。その後のオーディオブームでも1億を担い輸出でも制御を極めた。映画ゴジラの劇中でもラジオに恩気用のプラークが見られる。 1971年、ブランド商標の恩記用へ統一。急速なデジタル化の進展とバブル崩壊で赤字化した1993年には、東芝が保有全株式を大月なおと個人に売却して、資本関係を解消した。なお、製品供給関係は継続している。また東芝は1990年代に入って間もなく、 オーレックスブランドのオーディオ生産から一時撤退したため、音気用製品は、東芝ストアにも供給されている。1970年代以降、手掛けてきたコンポーネントの商品名は、ラジアン、インテック、ザックス、インテグラ、リバプール、エッセイなどが挙げられる。業務用音響機器向けに、リーザック。リーザックは、小島電機向けにカラーテレビのブランドにしていた時期も、 あった。1998年長期に続く赤字の影響で、主要工場及び1972年より、本社であった寝屋川市の日清町と香里園の敷地を、技術センター等の一部施設を残し大幅に縮小。跡地には郊外型ショッピングモールのあるプラザ、香里園が開業する。2007年、かねてからの友好関係にあり、大月家の出資していた。 テクノエイトを株式交換により完全子会社としたが2009年保有全株式をトヨタグループに譲渡した2008年9月1日付で PC メーカーのソーテックを吸収合併したそれ以前のソーテック製 PC とは異なり日本国内組み立てを売りにし音気用の強みを生かした品質とオーディオ性能の高い PC を発売している 2009年9月にソーテックブランドに加えて音器用ブランドの PC を投入すると発表。その時点では、両ブランドの区別は明確に決まっておらず、ソーテック音器用の両ブランドの PC を当面、並行して販売するとしていた。しかし、2010年にソーテックブランドは廃止され、現在では音器用ブランドの PC のみ販売されている。 2009年12月には主にノートパソコンを手掛ける工人社との協業が発表され、工人社製の PC を改良したものを、音機用ブランドで発売することとなった。2010年1月、大手 EMS 企業である台湾のインベンテック社と、資本、業務提携を行う。2010年10月1日に、単独株式移転を行い、 同盟の持ち株会社、音機用株式会社を新規に設立、上場し、初代法人をその完全子会社としたのに続き、12月1日に、参加企業の称号変更、事業分社化を行った。この時に、初代法人は、音機用サウンドビジョン株式会社と称号、を変更している。2012年1月、音機用は、自社のパソコン販売において、 量販店向けのみ、一時的に休止するという方針を公表した。パソコンの生産は引き続き行い、ウェブ直販と企業向け販売に特化するとしている。この際、一部報道により、パソコン事業から撤退するとされたが、撤退ではないと表明した。2012年1月、世界的に有名なギターメーカーであるギブソン社が、資本参加。 第2位の株主となる。同月、オンキオは、ティアックとの間で、資本業務提携を結ぶと発表した。オンキオは、ティアック株式の10%を取得し、第2位株主となり、ティアックも、オンキオー株式の9.42%を取得。オンキオは、ティアックに、取締役1名を派遣する。2012年7月、 音器用サウンドビジョン株式会社音器用から称号を変更した法人は設計技術業務を新設分割により設立したデジタルアコースティック株式会社に承継した上で音器用株式会社に吸収合併され解散した2014年6月24日音器用はパイオニアの子会社であるパイオニアホームエレクトロニクスの株式の一部を中国 香港の投資ファンドであるベアリングプライベートエクイティアジアと共に買収することで基本合意したと発表したが9月中旬に一転してこれを白紙撤回11月7日に経営統合の形態を変更することを発表したパイオニアのヘッドホン事業を九州分割によりパイオニアホームエレクトロニクスに承継した上で当社が 第三者割当により発行する株式をパイオニアが引き受けると同時に、パイオニアが保有する、パイオニアホームエレクトロニクスの全株式を譲り受け。さらに、当社の AV 事業を、九州分割により承継させ、両社のホーム AV 事業を統合することとなった。同年フランスのオーディオメーカー、カバッセ社の製品の輸入販売代理店となる。2015年3月2日、 パイオニアのホーム AV 事業、電話機事業を呼び、ヘッドホン事業の音器用への譲渡が完了。パイオニアホームエレクトロニクスは、国内販売他の一部事業を、他の子会社に、事業譲渡した上、音器用パイオニア株式会社に、称号変更した。これに伴い、販売を手掛ける音器用マーケティングジャパンは、音器用パイオニアマーケティングジャパンに、 オキ器用エンターテイメントテクノロジーは、オキ器用パイオニアイノベーションズに、デジタルアコースティックは、オキ器用パイオニアテクノロジーに、それぞれ称号変更された。同年7月1日には、当社の AV 事業を、オキ器用パイオニアへ、吸収分割している。2015年11月24日、可愛楽器製作所と、資本業務提携を行い、同社が、 主要株主となった。2017年11月、ギブソン社との役員相互派遣の終了を発表。2018年3月までに、ギブソン社は保有する、オン企業株式のほぼすべてを売却した。2018年3月30日、子会社であった、オン企業パイオニアテクノロジーについて、設計部門を、オン企業本体に移管して、 業務用音響機器の設計、販売会社に、業態転換、音響マーケティングに、称号を変更した上で、音響デジタルソリューションズに、全株式を売却し、連結の範囲から除外した。2019年3月29日、音響バイオニアイノベーションズを、オッズ、コミュニケーションサービスに、称号変更。音響ディベロップメントマニュファクチャリングと、 その子会社のオッズ、コミュニケーションサービスを、キ器用デジタルソリューションズに譲渡し、連結の範囲から除外した。2019年5月15日、子会社の音、音器用パイオニアのホーム AV 事業の譲渡に、向けて、ベイサウンドユナイテッドとその親会社のファンドと、本格的に協議することで、基本合意したが、同年10月4日に破談となった。 2020年2月21日、本社を大阪市から東大阪市へ移転。2月26日から東大阪市にて営業再開。2020年3月末の連結準資産は3、35、500万円となり、債務超過となった。2020年7月31日、恩企業株式会社と子会社の 音企業パイオニアが同年10月1日付で合併し、社名を音企業ホームエンターテイメント株式会社へと変更することを発表。同時に会社分割により OEM 事業の音企業サウンド株式会社とその他サービス事業の音企業株式会社を設立。音企業ホームエンターテイメント社はホーム AV 事業、デジタルライフ事業、 ゲーミング事業を展開することとなり、2021年3月までを目途に、未払い債務の正常化と、債務超過を解消する。オンキオーパイオニアとの合併、及びオンキオーパイオニアの法人消滅後は、レガシーホーム AV 事業に特化し、上場会社として利益ある成長を目指すとしている。2020年10月1日。 株主総会の議決を経て、音響ホームエンターテイメント株式会社への社名変更を実施。2021年3月30日、取引先など12社から現物出資などで21億5700万円の出資を受けたが、翌3月31日にエボファンドは新株予約権を行使しないことを発表。 同年5月20日に発表された2021年3月期決算において2期連続の債務超過となったため、東京証券取引所、ジャスダック市場上場を廃止見込みとなった。2021年5月26日、主力の家庭向け AV 事業をシャープと、米音狂機器メーカーのボックスインターナショナル、コーポレーションに売却することで合意したと発表した。 売却額は33億円。訴業を切り離して、財務状況を改善し、建て直しを急ぐこととなった。ただし、売却後もブランド名はこれまで通り維持され、AV 機器の生産をシャープが、販売をボックスがそれぞれ担当する。シャープとオンキオホームエンターテイメントが、共同出資するマレーシアの S& o エレクトロニクス SDN-BHD は、 シャープに音機用ホームエンターテイメントの所有株式を譲渡し、これによりシャープは事実上、音機用ホームエンターテイメントの買収によって10年ぶりにオーディオ事業に復帰することとなり、AV の商品群を拡充し新たな販売ルートも確保する。2021年8月1日、2021年3月期の純資産が債務超過になり、 東京証券取引所の基準に定職したことから上場廃止となった。なお、同年6月25日開催の株主総会において再上場を目指す意向であることを明らかにしている。2021年9月9日、未来証券において株主コミュニティを蘇生した。2021年9月8日、家庭向け AV 事業の音機用テクノロジー。 株式会社への譲渡が完了した。2021年9月10日、デジタルライフ商品の企画販売等の事業を J スター株式会社参加のオトモア株式会社に譲渡した。東芝の薄型テレビ、レグザの一部に音気旺性のスピーカーが使われている。携帯ゲーム向けスピーカーや PC、パチンコ台などのサウンドカードも手掛ける。 特に PC 向けサウンドカードは高級オーディオ並みの音楽再生を目指していることに特徴がある。2006年以降はアメリカ合衆国のモンスターケーブル社の代理店になっている。2005年には Windows WMA フォーマットで 96kHz24bit の高音質音楽配信サイト E 音響ミュージックストアを開設した。の主な子会社は 以下の通りである。なお、子会社、関連会社は10社以上存在する。ありがとうございます。